肝機能を向上させるためにポリフェノールの摂取が必要である。皆さんこんにちは。論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は肝機能を向上させ筋肥大率を最大化させる飲み物2選ということで、先週放送した動画では肝臓と筋肥大に関して深掘りをしていきましたので、今回は肝機能を向上させる飲み物というのを深掘りをしていきます。それでは行きましょう。まずは簡単に前回の動画でもお伝えをした肝臓の働き、なぜ肝臓が筋肉にとって重要なのかです。別名肝臓は沈黙の臓器と呼ばれていまして、肝機能が低下してもすぐに自覚症状が見られないことから、気づいた時には手遅れになりやすく注意が必要な臓器という意味合いで沈黙の臓器と呼ばれています。肝臓の主な機能としては、有害物質の解毒分解、食べ物の消化に必要な胆汁の合成分泌、そして筋肉をつけるために必要なタンパク質の合成と、エネルギー源である糖質の貯蔵という重要な役割を持っています。特に筋肉という側面で見ると、肝臓の重要な機能というのがタンパク質の合成と糖質の貯蔵です。通常我々の体は筋タンパク質の合成と分解を繰り返していまして、この筋タンパク比率が分解に偏れば筋肉は小さくなっていきますし、合成に偏れば筋肉は大きくなっていきます。肝臓は主にタンパク質の合成を担っている臓器になりますので、肝機能が低下することによって筋タンパクの合成率は低くなり、分解に偏り筋肉は小さくなるという現象に陥ります。逆に肝機能が良好であれば、筋トレをしてタンパク質を補給することによってスムーズに筋タンパクの合成が起き、筋肉がでかく強くなっていくというわけです。また肝臓には糖質の貯蔵という役割を持っていることから、運動時のエネルギー源を体に蓄えてくれる臓器になります。筋力トレーニングをするときはもちろんですが、普段の生活でも肝臓に蓄えられているエネルギーを消費して体を動かしていますので、肝機能が低下することによって普段の力を発揮できないことはもちろんですが、慢性的な疲労というのも感じやすくなります。これらの機能を考えても、肝臓を健康に保つことは筋肉を大きくしたり強くしたりするために必ず必要ですし、日々の生活を楽しく過ごすためにも必ず必要な臓器になります。また肝臓の機能として挙げられた有害物質の解毒や分解という機能は、アルコールを摂取する方はもちろんですが、サプリメントやプロテインパウダーを摂取している方、お肉を食べている方にとっても必ず必要な機能になるんです。どれだけ良質なサプリメントやプロテインパウダーを摂取していたとしても、最低限の量の重金属は体に溜まってしまいますし、お肉を焼いて食べるときに発生するヘテロサイクリックアミンや PAH と呼ばれる発がん性物質は、どれだけ注意したとしても最低限の量は溜まってしまいます。こういう有害物質を体に溜め込まず外に排出してくれるのが肝臓の機能ですので、肝臓という臓器はトレーニーにとって必ず健康にしておかなければいけない臓器になります。2020年に東京女子医科大学から発表された論文では、男性の約 40% に肝疾患の発症リスクがあることが確認されていまして、肝臓に負担をかける代表的な行動にアルコールの摂取があります。これは聞いたことがある方がほとんどかと思いますが、肝臓はアルコールの解毒の機能になっていることから、大量のアルコール摂取や頻繁にアルコールを摂取することによって肝臓に強い負担がかかり、肝臓が疲弊してしまうんです。そしてアルコールの中でも缶チューハイのような添加物がびっちりと入っているお酒を摂取することによって、アルコールだけではなく添加物の処理まで肝臓がやらなくてはいけない状態に陥ってしまいますので、ワインなどのお酒と比較し、缶チューハイの摂取によってより肝機能が低下しやすくなるんです。以上が肝臓と筋肉の関係、肝機能が低下する原因でした。ここまでが前回の放送の簡単な復習です。それではお待たせいたしました。ここからが本編です。肝機能を向上させる飲み物というのをお伝えしていきます。まずはもう早速結論からです。肝機能を向上させる飲み物とは緑茶とコーヒーになります。ただしそれぞれ飲み方を間違えてしまうと、肝機能を良好にしないばかりか体の不調にもつながってしまいますので、それぞれ緑茶、コーヒーの正しい効果が高くなる飲み方というのをお伝えしていきます。まずは緑茶からです。2009年に東北大学大学院から、緑茶の摂取と肝臓がんのリスクに関して日本人 41,761 名を対象にして調査が行われまして、9年間の追跡調査によって、
緑茶の摂取量と肝臓がんの発生率に逆相関が確認され、緑茶を摂取することによって肝臓がんの発生リスクを低下させることが明らかになりました。なんとなく緑茶と聞くと体に良さそうっていう印象があるかと思いますが、肝臓がんのリスクを抑えてくれる効果までもがあるんです。また2021年に上海交通大学から発表された研究によれば、肥満体型の少女84名を対象に緑茶エキスを摂取させたところ、体脂肪量と体脂肪率が減少したというデータや、2022年に発表された最新の研究では、緑茶を飲むことによって血糖値の上昇と腸の炎症が抑制されたというデータが出ていまして、エビデンスレベルが高い効果として肝機能向上、食欲の抑制、代謝の向上、脂肪分解、糖と脂質の吸収ブロックという、筋トレをしている、ダイエットをしている方は必ず摂取するべき飲み物、それが緑茶になるんです。ただし緑茶にも欠点はありまして、2017年のフロリダ大学の研究によれば、緑茶に含まれているフッ素が骨の密度を低下させることが明らかになっていまして、フッ素の摂取量が1日 6mg 以上になると骨破壊が起こることが分かっているんです。緑茶 180ml ごとに 1.2g のフッ素が入っていますので、1日緑茶は 750ml までが安全に飲める上限量だと言います。脂肪燃焼効果がある飲み物として右に出るものはありませんので、だいたい1日 500ml のペットボトル1本分ぐらいを目安に摂取をするようにしましょう。肝臓がんのリスクに関しても、実際の論文の図を見ていただくとわかるように、カップ5杯分ぐらいまでは肝臓がんのリスクが低下することがわかっていますので、摂取量に気をつけて飲むようにしましょう。論文で解決チャンネル。それでは次はコーヒーです。コーヒーと聞くと覚醒作用が強いカフェインの印象が強いですが、コーヒーに含まれている成分は大きくカフェインとポリフェノールに分かれていまして、2021年にスペインから発表された最新の研究では、18の論文を分析して、カフェインの摂取によってスポーツスキルの向上やジャンプ力など全身のパフォーマンス能力が向上するというデータや、2018年のビクトリア大学、2021年のアロゴアス連邦大学から発表された最新のメタ分析においては、19の論文を精査してカフェインの摂取によって筋力トレーニングにおける最大発揮筋力と筋持久力を向上させるというデータが出ています。特に上半身では 20% の筋力増強、下半身は 15% もの筋力が向上することが分かっていまして、筋力や筋持久力が向上するということは必然的に筋トレの重量や回数をアップさせることにつながりますので、筋力トレーニングの質を上げて筋肥大を早めることができると言っても過言ではありません。またカフェインにはこのようなパフォーマンス能力の向上、筋力、筋持久力の向上以外にも素晴らしい効果の知見が発表されていまして、2017年のアーカンソー大学の研究では、対象者は30名と少ないですが、体重1キロあたり 3mg のカフェインの摂取で筋肉痛が 10% ほど軽減するというデータが出ています。これは運動3から4時間後に服用すると効果が見られたということで、運動前のカフェインでは筋発揮率や筋持久力が向上し、運動後のカフェインでは筋肉痛や筋疲労を和らげる効果を有しているんです。つまりコーヒーに含まれているカフェインには、運動後に摂取することによる筋肉痛の改善や筋疲労の軽減、運動前に摂取することによる運動パフォーマンスの向上、筋力、筋持久力の向上効果というのがあるんです。一方でポリフェノールに関しましては、抗酸化作用が異常なまでに高く、体の炎症を抑制しアンチエイジング効果を持つ成分、それがポリフェノールになるんです。2004年に著名科学誌のネイチャーに掲載されたオスロ大学の研究では、2700名以上の方を対象にして、どのような食品や飲み物を摂取していると血液中の抗酸化物質のレベルは向上するのかの研究が発表されていまして、今現在健康食と言われている食品の土台となるデータが発表されました。実際の論文の表を見ていただくとわかるんですが、コーヒーやワイン、野菜の摂取量が多ければ多いほど血液中の抗酸化物質の濃度が高かったという結果で、なおかつこれら抗酸化物質を多く含む食品を体のアンチエイジング効果の貢献度でランキング付けをしたところ、最も貢献度が高かったのがコーヒーだという結果でした。なんとなく野菜やフルーツの方が
抗酸化作用が高く健康アンチエイジングにも良さそうって思うかもしれませんが、実際はコーヒーが最も体の酸化を予防し改善してくれるという結果でした。通常筋肉が小さくなってしまうメカニズムとして慢性炎症がとても大きな要因であることが言われていまして、睡眠不足や肥満によって体が慢性炎症状態に陥ってしまうと、筋タンパク質は合成よりも分解に舵を切ってしまい筋肉が萎縮すると言われています。抗酸化作用を強く持つコーヒーというのはこの慢性炎症予防にかなりの貢献度を持っているため、コーヒーを摂取することによって筋肉にとって最も恐ろしい慢性炎症というのを予防することができるというわけです。またコーヒーに含まれるポリフェノールの一種であるクロロゲン酸は肝機能を向上させることが2021年のサウサンプトン大学の研究で明らかになっていまして、コーヒーの摂取によって肝疾患による死亡率はどう変わるのかを38万4818名のコーヒーを飲む方と10万9767名のコーヒーを飲まない方の合計50万人の対象者で分析が行われ、結果としては実際の論文の表を出すとこんな感じになっています。カフェインレスコーヒー、レギュラーコーヒー、インスタントコーヒー、どのタイプのコーヒーでも摂取することによって肝疾患による死亡率は大きく低下するという結果でした。つまりポリフェノールによるコーヒーの長期的な効果とは、肝機能向上効果をはじめとした筋分解、筋萎縮の予防効果になります。だいたい1ヶ月ほどコーヒーを飲み続けることによってこの抗酸化作用を実感できるようになりますので、筋肉の分解を抑制したいという方は定期的なコーヒーの摂取をお勧めします。コーヒーの摂取量に関してはメディアなんかではコーヒーに含まれているカフェインの大量摂取によって心血管機能を低下させるなんていう話がありますが、2017年にアメリカから発表されたメタ分析では427もの論文を精査してコーヒーの悪影響の分析が行われたんですが、結果としては健康な成人であれば1日にコーヒーを4杯飲んだとしても血管やメンタル、生殖系、内臓系の健康への悪影響は起きないという結果でした。なんとなくコーヒーは飲みすぎると体に毒っていう印象がありますが、決してそういうわけではないという結論が出ているんです。また2019年にロンドン大学から発表された研究によれば、8412名を対象にして1日に25杯コーヒーを飲んでいた人であっても、MRI での心血管系の結果や血管年齢は特に問題はないという結論が出ていまして、1日25杯はかなり特殊な例だと思いますが、実際にコーヒーというのは結構な量をがっつり飲んだとしても特に体には悪影響をもたらさないという結果が出ているんです。研究者曰く、確かにカフェインの取りすぎは血管を収縮させて心臓や脳に悪いっていう印象がありますが、コーヒーに含まれているポリフェノールには血圧を低下させ血管のアンチエイジング作用が強くありますので、コーヒーにはカフェインの悪影響を相殺する効果があることを述べています。つまり一気に2リットルほどのコーヒーをガブ飲みすることを除けば、1日24時間の中でコーヒーをどのくらい摂取していただいてもそこまで大きな問題にはならないというわけです。だいたい4杯までの摂取量でコーヒーによるメリットを最大限受けられますので、カフェインの摂取が心配っていう方は1日4杯までを目安に摂取するようにしましょう。以上が肝機能を向上させる飲み物である緑茶、コーヒーの正しい飲み方でした。体にいいものでも摂取方法を間違えてしまうと毒に変わってしまう可能性がありますので、注意をしながら飲むようにしましょう。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。